さてさて、本日も X イベントをやっていきますが、人がいないです。どうしようかな。先みたいな。
さあ今日はですね、人数がえらい少ないので2回転16キャラ潰しでイベントやっていきます。かぶせ合いか、使いどころが難しいキャラがいるな。まあいいさ、ああムナーリさんも来た、いいよ。じゃあ4ライフだね、4ライフだね。いきなりきつくなったぞこれ4ライフメイン2まで、メイン2体までで4ライフ、全4ライフ、4キャラ使います、4キャラ使います。で僕こっち側で16キャラ全部使います。あ、いやキャラは、自由なの使っていいです。いいでしょう。先方のみ申告ですね。僕はもう決まってますんで、僕の戦法は決まってるんで、そちらの戦法を決めてください。僕は S キャラなしだそうです。16キャラ使います。かぶせ、お互いかぶせですね。こっちも選べるんで、16キャラのうちだったら1キャラ1回ですよ。まあいいっすよ。なんかよく考えたらきつい気がしてきた。8はいけますね。8までいける。バルログ8体になったらちょっと考えますね、僕も。あ、参加されます？どうぞどうぞ。はい、よしよしよし。6人だから、じゃあちょっとルール説明をいたしますので、お二人でよろしいですか？一人だけ了解。じゃあ5人なので、ライフは3515 OK。 ライフ3つになりました。はい、メイン1体、2体でもいいっすよ。メイン2体まで。はい、本日、2P が自分が16キャラ全部使います。で 1P 側で5人で僕と1対5で戦います。で 1P 側の人はライフ3つ、そのうちメインキャラは2体まで、まあ2種類のキャラを使ってくださいと、最低でね、という感じです。で今キャラクターを書いてもらってますので、ついでお願いします。
ちょっとここ見渡してみて、いないキャラがめっちゃ多いんですよ。かなり被ってる。ホンダ、キャミー、ザンギ、フォーク、あってガイル、チュンリーいないかな。ベガもいなそうだな。つまり龍拳を殺すキャラを残せばいいわけだな。よし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 、さあでは2回転は決まっておりますので、先方は申告をお願いいたします。もう始まる、もう始まる感じ。おお、いいキャラ。さあ、日曜日始めましょう。2回転16キャラ対、今5人います。5人で3、ライフずつで、対戦していくと、キャラは、5人チームが多いよ、同じキャラを2体まで使えるという形になっております。さあ、先方が2回転ホーク対村雲バルログ、石川の方だそうです。遠いところからいらっしゃいましたという感じですが、あ、いいよ、今日してテラ出る、回す、さあどうする、回してし、まだテラ出していく、ゴロゴロ、今日には対応して、あー、こうで2回転勝利。
ムナリリュウですね、まあ、DJ 出てきたんで、まあ、リュウで行くっていうのはセオリーですが、さあ DJ、 2回転 DJ いい動きでかなりリードしていく。さあ弾を打ってムナリュウも波動で返していく。この場合で DJ は飛びづらいのでなかなか抑止されるんだけど、これぐらいの体力リードだと、まあ、真空さえ食らわなければというところで打っていった、合わせられなかった。2ラウンド目はどうか。さあ弾の打ち合いでこの飛び降りがどうするかっていうところが結構大きい気がしますが、昇竜しっかり出す、歩き昇竜いいですね。 DJ 戦 やってる感じが。さあこの前スラが結構めんどくさい、投げ返し波動、無理しないで波動を打っていって押し込んでいくのが、まあ竜の形でしょうね。あの飛ばれて変なことされるとやばいので、ここは出なかったか。スラ刺さる、どうする、歩き投げ通る。こんばんは。さあ3体倒してる、対して2回転軍は、ホークが1体死んだ状態ですね。次はマキリリュウですね。さあマキリュウ、マキリも非常に丁寧な動きをするので、リュウもキャラ的には合ってそうな気はしますが、 DJ 戦はどうか。危ない、シャガシュウが出てた。ちょっとスラのスカリにファイヤー当てる、あー めくりになってなかったかな。ちょっと剣とは勝手が違うか、ただ昇竜は出る、投げ返せない。エアスラはあんま気にしないでも波動をガンガン打っていきたい感じはしますね。さあ飛びを通してこの後は何もない投げなのかゴスに行ったのかちょっと分かりませんが、波動真空溜まってるから打ちにくいけど、その分飛んでくるという、2回転3連勝。あそうです、グリグラです。さあこっちはどうしましょうかね。誰で行くのか。まあキャラ的にはあ、続いて、2体目村雲バルログ早出し、めくりからのコンボが決まりにくいか。バルログには手前落ちにはエアスラを出す、あるいは前飛び、あこれよく見ますね、ジャンプジャッケ、あちょっと早めの出しだったけど上りで相打ちで対応ですね。
この通常技が結構やっぱり厄介なのかしら、バルログも通常技差し込みにくいのかもしれません。ゴロゴロ1回ガードさせて先っぽを当てていく。ピオル投げで死ぬ。ゴロゴロ置くとああいう宙につながるので、そういう意味では安全な選択肢ではあるかもしれないですね。エアスラ見てから票を合わせに行くというのはいい動きですね。さあこの前中足からスラっていうのがジャックナイフで透かして立ち中ピー裏行く。バルログが勝利。さあ2回転、次はどのキャラを出すか。ホーク DJ がなくなってますね。 1P は石川県のところでやってる村雲さんっていうプレイヤーの人です。さあ2回転剣、さあ剣大から弱小流。大小流で対応していく。氷が結構機能しにくいのでここは通常技で地上戦でどうにかするっていうのが割とセオリーっぽい感じがしますが、投げる小流テラ出していく。これ大昇竜で対応なんですね。さあ胸ありが座る。ムナリサガット、キャラ相性的にはサガット有利と言われていますが、まあムナリさんぐらい使えるサガットだとやっぱり剣には戦える感じかなという気はしますが、うまい。自分みたいなちょっとゴミサガットがやると全然接近されてぶっ殺されるっていう感じがいたします。玉打ちと地上技の差し込みで結構アドバンテージをサガットの方が取れるかなと、ここのこの前での波動を見てスパコンが入れられるっていうのが。ただ2回転剣サガット戦分かってんのか、かなりいい感じ削った。ここまで考えての動きか。ムナール1本目取る、うまい。歩きに反応して昇竜へのお釣りはしっかり当てていきますね。そうここで剣が玉でどうにかやっぱりしにくいというのがなかなかこうサガットにこういうのもあると、うまい。ただ立ってると空達に確かに処理しにくいっていうのはあるのでしっかりしゃがんでいるという、うまいですね。ここ何もしない立ち台 P かな。うまかった、さすがに。あ、そうなんだ、アメリカのサガットがアニケンさんを。そうなんですね。あ、なんかウルトラコンボ、うん、さあメイヨン完全なかぶせに行く。さあ2回転フェイロン、これ大パン振られる、大パン大 K 振られるだけできついというのがサガット。弾がね相当打てないんですが、俺はやってるぞと。
舐めてんじゃねえという球でしたね。今の一発しか入んないんで正解ですね。動じないムナリサガット強いですね。これこういうのも全部何らかんらが鬱陶しい。技出そうすると引っかかる。大きい攻撃がこれなんです。開幕前でもう引っ掛けられちゃうんで相当きついんですね。球をいきなり打つのが、あ、しっかり溜めるというか待って真剣まで当てるのはうまかったですね。さあ3ラウンド目。そうだから ここはもう下がるのが多分下がった安定でしょう。球を打たなきゃいけないんだけど甘い球が打てない。うまい。ここはちゃんと狙ってましたね。今のは劣化がちょっと怪しかったけど今の負けんだ。あーどうする。ハメ うまく前作った。危ねえ。おお足払い置いてある。なんとかムナーリ勝利。いやー根性値あった今の。ねえすごかったです。さあ2回転目が、これもサガットレガ戦分かってるとまあまあいけるんじゃないかという気はしますがどうなんだろう。まあサガットはそんな有利っていうキャラがほとんどいないのでうまいなただ球の処理がやっぱりあのベガも難しいのかなという気はしますんで、おたまらずナイトメア出したけど何も起こらなかった。このホバーがね嫌なんですよね。上の球あしっかり反撃を当てていく。おーおーな今のあれか。さああっという間に 2回転取ってた。お裏に当たって投げ返しが確定かな今のは。上球さあ裏あもう決め打ちで投げまで入れてたのいいですね。ピオル、まあ、3段で、まあ、休めながら、まあ、体力は5分。うわパンチスカルダイバー出してきた。DJ 残っております。はい、さあ続いて座るのがシャル DJ ですね。まあベガには DJ っていうのはまあかなり行きやすいのかなと思いますが、うわ今の当たんだ。さあ投げ返しな受け身がない。受け身この前めんどくさい。めんどくさい台形刺さる。さあ2回転では DJ 戦やってるのか。さあこの前何もしない。危ないですね今のは。弾飛ばれると死んじゃいますんで。見てたけどホバーにジャックナイフが刺さなかった。危ない危ないが打ちたい。見ていた見ていた。剣はい、マキリの剣
膝投げ返し、うまい、踏んできましたね。波動を見てからヘッブレー投げ返して、あー今のはなんだろう。さあこの前作って、よー勝利で引っ掛ける、いい波動打たせて、どうする、うわー最後も昇竜引っ掛けに行く、いい当て感、波動昇竜全部コンピューターか、突進してきたら全部昇竜当てる、めくり下段選択ちょっと早かったですね。大足返して、あ今のはおーおーおー、ここで安定ですね。美味しいです、美味しいです、今のは。あれ、あーホバーが出ちゃった、ホバーにしたの、なるほど。ほう、地獄を見せてやると、2回転、さあ2回転キャミー登場。まあ確かにこの接近されると剣はこれがもうやることがない、まあやることはないっていうのは実際そんなことないんでしょうけど、きつい中足、あ狙ってましたね。あそこに行く前にどうにかしたいのが剣なんでしょうけれども、なかなか接近を、さあ一文字置いといて接近を拒む、で波動を打って、で対空っていうのが、まあ、さあこの前キャミはもう中足だけでリスク少なく行きたい、そうなんですよね。ここで中足のキャンセルしないフーリガンとキャンセルするフーリガンと、あとスパイラルアローっていうのがあると、じゃあさあシャルバイソン登場。ちょっと怖いキャラではあるのかなという気はしますね。おわ出なかった、歩き投げ、これしゃがんでると結局フーリガンを見るのがたやすいので、あのま状況だとやりに行かなきゃいけないけど厳しい、キャミガはグランドからの台足も歩けないっていうのは厳しい、歩きたいけど 歩かせてくれないという連携ですね。見てから全部返される、下段であの速さで突っ込んでくるってどんな技なの。おわおわちゃんと見ていた、強い。さあここでどのキャラを出すか、2回転、まあはい本田だと言って選んだのはその上にいるキャラ、このキャラクター、さあこの、お刺していく、今のはあれかな、戦列を誘った動きかな。さあバイソンもチャージしている、クラゲが鬱陶しすぎる、ヘッドに、おー
お互い反撃をミスって最後はこれっていう感じでした。如意棒刺さってめちゃめちゃ減ってる。クラゲ、あ、いい百裂っすね。このキャラ強くねえか。うわー、めくりがミスって投げられる。さあどうしよう。
さあ残るは何体だ、あと4体ぐらいになってますが大丈夫だろうか。さあマキリケン2回転本だね、結構強いんですよね。さあ波動丁寧に波動打っていく、うまいな。昇竜飛び悪くなかった。おお昇竜、最後は昇竜、信じられるのは昇竜。秋間出なかったけど百貫から、これが結構好きな連携っぽいな。ただ強いのは確かですね。波動剣はここでファイヤー打てないからきついんですよね。昇竜、まあ、根元じゃないけど落としたから OK という感じ。昇竜はここは波動を出せない、出せないけど、あー完全にボタン連打していた感じがあります。確率出ますね。百列と思わせての連打も使ってくるという、なかなか老快な。ピヨっちゃう、リバーサ竜巻でしのぐ。波動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 飛ぶ。長州当たんないけど烈波まで。さっきの逆ですね。さあ佐賀との力見せてやると、まあ、ただこの人本当にどのキャラも使える感じなので、佐賀とも竜巻の処理が難しい気がしますね。でも佐賀とは本当僕も困ったら空脱をします。今のは垂直当たんない前だったが、ちょっと剣も何もすることはない。飛び台系を当てるっていうのはありですね。あー相打ちでも OK のアパカ、なるほど。波動もう球の打ち合いが剣はちょっと分が悪いので、どっか打ってるふりしてごまかして接近してごちゃらせたい、こうですね。昇竜掴んで、あー裏いけなかった。サガットが背が高いからかな今のは。おお、あー今のはちょっと待ったし、タイガーでショットでしたね。うまかった。さあ続いて村雲チュンリー、まあ、チュンリーサガットは一応キャラ相性的なことで言えば、まあなんか昔終わらせた的な話がありましたが、これは飛べないんですよね。飛べないので基本的には多分ゲージ貯めて、ゲージ貯めると何もできなくなっちゃうからっていう話になると思います。ただサガットの飛びが遅かったりなんで結構処理がめんどくさいのかな。これでピオル投げ、テンション出す、
危ない感じ今の。当たんないんだ今の。うまい現対空。おお、対空が機能しない。強すぎるこのキャラ。出していく。アルキアパがこういうのをねやっていかないといけないんですよね。まあ、反撃がないので投げておしまい。村久保勝利。さあ2回転ブランカ、これちょっとわからん殺しを完全にしていこうという感じが、匂いが感じられますが、まあただね、確かにやってないとこれは難しい気はしますね。炸裂、これ早出しだったら勝てんのかな。あーあっという間さあ2回転ブランカに対抗するのは誰。だ2回転3で残ってるキャラいっぱいいる気がするんだけど、まだ龍、ザンギ、ガイル、ダルシム、バルログ、バイソンが残っている。6体ブランカ含めて7体いると。そうなんだ。ちょっときついでしょこれは。さあムナーリ、ダルシムが登場。ブランカ戦できるのかどうか。対空はできている。あ、裏行っちゃった。コーパン強い。コーパンとりあえず打っとけ感がある。ガードはガード硬い。相打ちでもいいという感じがしますね。うまい。今のはちょっと 2回転も激怒。おーおーおお、めちゃめちゃごちゃってる感じがしますが、あれ直後で落ちないのかな。難しいですね。砂とかなのかな。あー全部いい間合いで技を出し切った感じがありますね。さダルシムはあまり近寄らせたくない。ブランカは対して近寄りたい。わー大ドリ、ここまでも出し切る。あスラ、スラですね。やっぱりスラが対ピヨって投げインフェルノなんか出さんといいですね。しっかり勝ち切りました。さあいないいないと言っています。ダルシムに対抗できるキャラがいないという意味かな。さあ2回転竜、むしろまあただシンクあってワンチャンという形でしょうか。中ボスだとかでこう体力で勝ってるから不用意な波動は打ちたくないですね。うまい。スラスカしての投げ、勝利引っ掛けて、お完全にごちゃらせにいった。ファイヤーインフェルノで削って、まあ、削りでいいという体力でしょう。見てからドリルはできるよと。さあムナリ1本取っております。
ゴールを狙ってきた。うまいですね、ドリル体育、ドリルに対しての体育で立ち中継かな。さあダルシムは、まあ、ただこの体力でも何もされなければ全然ありそうな感じはありますが、ターン目になっている。割とそのダメージ取る柵のところがドリル、あースラと竜巻が立ち合って回転しまくる。竜巻の対応できんでしょっていうことでやっているけれども、ダルシムペース、おお、スラを読んで昇竜う、最後はスカリはヨガキックでスカス、めくりをスカしてから投げ返す。さあこのキャラ2回転バルグ、この速いステージでのバルグどうなるのか。対空難しそうっすね、ダルシムもうガードされてもいいからひょうひょう行っていくっていう感じの動き。この前だと先端が面倒くさいか、ファイヤー別にガードしていいよっていう感じですね。あー相打ち、イズナ投げうわー、フレームにテラーが刺さる。うわー、飛び中ピーっぽいのが見えたんだけど、構わず吸っていった。さあシャルバイソンが最後かな、最後だ。今日はあんま死に行かないですね。まあ、つうかこのキャラも別にひょうだけじゃない部分も、地上技も強いので結構めんどくさい。ヘッドを出して、まあでもこの体力だともうしょうがないですね。この体力この時間だとどっか引っ掛けてワンチャンしないといけなかったので。ヘッドですね、ヒットで引っ掛けて、お、お、肘アッパースカして投げる。それに引っ掛けられる強があるみたいなんですが、難しそうですよね。自分もやなんかやってみたけど全然できないです。さあここは拒否していくヘッドで、あ、出ない、お、ごちゃらせにいってる感じの動き。さあ一本一本スラにヘッドが刺さって遅らせた中ピーグランド、もう半分減ってんだこれで、すげえな。さあ表裏が見えないがちょっと遅らせて、ちょっと歩いてかな、上りジャックピー、あー、うまかった。最後アッパーにしたのは。さあ続いて2回転誰を出す、ま、あ、ガイル
DF かと思いましたけども、ダイルですね。うわ、2ヒット痛い。さあ、完全対応するのか。飛びでヒックソニック引っかかってグラウンド刺していく。暴れていきましたね。さっき遅らせ中 P があったんで。うお最速の中足に対してコパンかな今の。いやーきついこの前。うわー負けるんだ。ジャンプ中 P 大 P 強いですね。さあ1本目は2回転返る対応していった。これどうすんだ。おお、ああアントビ失敗。あ中足刺さる。2回転軍勝利。おかわり。お、こう泣きのワンクレジットが入るということで。さあ、さあ全員、どのキャラでもいいの？どのキャラでもいいと、メインキャラ使ってこいと。まあ、ただね、確かに残ってるのはガイル、ザンギ、ダルシム、バイソンという、まあ、メインキャラも残っているというところで、1キャラずつみんな行けと。さあガイル行きたい人、みんな1キャラずつ。残ってるのはガイルとザンギとダルシムとバイソン。あ、早くしないと決まっちゃう、決まっちゃうよ。ダルシムで行く、ダルシムで行く。まメインキャラじゃなくダルシムで行く。ムナハリいいっすねいいっすね。さあダルシム戦はどうか。2回転返る。これ前にも東西戦で行ったことがある気がしますが、あのモアの多分もうかなり終わる直前ぐらいの時にかなり強いと思われるダルシムと、いや違うガイルがダルシムにもうシャガチューだけで死んでいるっていう様を見て、なんだこのゲームというふうに思った記憶がございます。対応していきますムナーリさんの技の選択肢がすごいな。あそこでジャンプ中継っていうすごかったですね。あ、大刺さる。あー2フレ。強い、ヨガキックも強い。ソニック、ソニック、ソニック打つだけは死ぬんでしょうな。お二ドット、二ドットになった。どうする、どうすんの。おお、投げてたのはムナーリ。あれこのキャラ出されるとちょっと次誰出すっていう感じにはなっちゃいますよね。ああ、1キャラ復活、1キャラ復活は OK ということで。ああなるほど、メインキャラ2体。まあ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 
まあまあまあ、さすがに、まあ、キャラ的にはね、ダルシムがそのファイアモードになるときついとは思うんですが、さすがにそこは経験値の差かと思いきや、うなり丁寧に押していく。ゲージ溜まってるから弾出さねえよっていう姿勢ですね。投げ返す。ドリルも刺さる。カンパから、あーいいファイヤー。今のファイヤー当たっちゃうとめんどくさいですね。うわピオリーチ死んだ。ダイで出したの素晴らしかったですね。あーあれどうすんだろう、スラとかで、うわなんかやってくんだろうと思って、あーたまのところにグラウンドが刺さる。さーて次はチュンリーメインなのかな、ブラクモさん。これボタングランドっていう技は強すぎますね。弾出ちゃった。お危ない、危ないが行かなきゃいけない感じ。先にこうなる前に、まあ、リードを取りたいっていうのがチュンリー側なんでしょう。出ない出ない、さっきからさすがにか。
バイソン、バイソン、ボクシング対決。うおー、シューピー、ダイヤシン、うわー、見てから何もできないからそういう技じゃないんで厳しいな。送らせた、怪しい。うわー、如意棒2回刺さる。さあここどうする。削っていく。あー出ない。お、うまヘッド。あー、まあガードしたら終わりだったんでしょうがないですね今のは。さあ最後マキリ、波動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 引っかかって、あー投げいったんかな。さあこの前きつい。しゃがみガードしてんのに前に突進できるっていう、こうやばさですよね。おお、歩き差し込んでいった。3回目、最後は勝利だった、大勝利。今のはクータスはありですね、ゲージ溜まってるんで。ここは波動は出せないので、わざわざ歩いてて投げるのいいですね。波動強気、うわーこれ差し返すの強い。あー波動打ってた、いい空達。あー大か、これですよ。危ねえ。おー引っかかって、あー危ない今のは。あ、おー2ヒット、マーキリやる。さっきからもう勝利が当たりまくる。さあここはさすがにザンギエフ、そうっすね、まあ剣には行きやすいキャラでしょうか。今の昇竜、おお、あーあーあ受け身取ってる。うわ大差し込む、あーダイエットからスクリュー。歩いて、いい3ヒット、まあ2ヒットで安定というところ。一文字波動は見ている、一文字ガードさせ、うわー早出しかな、うわー暴れてた歩きで。カガチュウで暴れて2本目取ったのがマキリ。波動この前、おー
ローの後にさっきから下段を選択しています。一文字にダブラリが引っかかって地獄突きからスクリュー。あれ地獄突きを何回か間合いによって選択できるのが強いですね。うわダイエットスクリューまだ生きてる。あ長州何を出したんだろう。地獄突きで対応できないのかあれは。もうラストダルシムバイソン。ダルシム、ああそっかバイソンとは限らないんだ。1体復活だからね。これはもう何もやることはない。はい、ブラストに歩いていったのはいい選択。昇竜めくり竜巻からここは、まあ、ガードだけどもダルシム側もいや削ったらいいよっていう出し方ですね。2ヒット、あのあと入んないのかな一文字とか。ブラスト、なんでブラスト出してんだ。さっきから対空すら対空だけどコパンからクータスが引っかかる。あー危ねえ。うわー、アルキスラストは強いっすね。アルキスラストって発生早い上にしゃがみガードできるからすげえ強い。これはまあしょうがないということで、二回転軍の勝利おめでとうございます。やったね。というわけで、あ、遠くからありがとうございました。はい、それでは今日のイベントはとりあえずここまでとさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。いつも通りの字や板で流していきますので遊んでってください。以上です。それではまた来週。
画面止まってる、大丈夫か、動きましたね。マキリケンとムナーリサガト、これ超いい勝負してますね。マキリケンが5連勝してる、すごいな。強くなったなったとはみんな分かってるんですけども、ああありがとうございます。ここまでとはやっぱりこういつもやってるキャラ以外はおろそかになったりするので、サガットしかもレアキャラですからね。うわー拾って箱のせいで3ヒットした、これはどうする、タジラキック、汚れない、いやー素晴らしい、めちゃくちゃいい勝負。下がった有利とはいえ、有利っつってもそんなないですからね。うわーあっと2位が出なくて2月2位妥協、しかしダウンを奪うのがでかい。あーこのここは冷静、まあ、荒らさせない力っていうのがありまして、下がったその点相当高いですね。立ちが相当暗い判定が小さいおかげで、そこから出てくるしゃがみ直球がとても長く見える、実際長いんですけども、立ちとしゃがみの差がでかいおかげですね。やっぱりおーなんだ、だいたいこっから踏み込めにく、踏み込みにくい、うわー熱波今のは楽しいな、真上が落ちにくいのもやっぱ下がったの弱点ですからね。いつのことしゃがんでやろうかみたいな局面が結構あります。おっとナイス強パカからの、いいですね、なんかよくカッコついてるな、大丈夫かな、もうあの剣は最後端っこに詰めて、下がったかもう守るしかねえっていう状況になったらもうぶっ殺しに行くしかないですね。真上が落としにくいのを利用してもう前ジャンプ前ジャンプみたいな、そういうのが求められます。めちゃくちゃいい勝負してるな、これは2人とも楽しいでしょう。おおおお、どっちもピヨリそう、しかししっかり見ていた、ダイヤシハローがしっかられるんですよね。うおーなんだ、ありそうありそう、うおースナイプしてきた、超いい勝負見てると、いやー剣1本、サガット1本で頑張ってるというのがもう目に見えるようですね。まあ、2キャラとも弱キャラ扱いですけども可能性は高いですね。アッパーか、中足に、さあ踏ませて上ショット、上ショットがなかなか厳しい、飛ぶしかないが
タイミングをずらされるとジャックを踏む。阿部に対しては空中竜巻という裏技がありますが、それも見られるとおしまい、まあ、ごまかしですけどもリターンが高いのでもちろんありな行動ですね。さあ、サガットのゲージが溜まると剣側は相当押し返しづらくなる。内足波動が無効化されるので、無効化というかもう逆転要素になってしまうので、うーっと寄ってからの空立つ、これですね。真上に行った場合サガットはタッチクオパンという技が、まあ、そこそこ上に強いですよ。うーわ超かっこいい。そして嵐のように打ちまくる、避けるので精一杯。ジャンプ強キック、立ち強パン、下強ショット、下も入るんですね。上しか入んないと思ってました。龍拳は両方入る、なるほど。本職じゃないと知らないこといっぱいありますからね。うわー、うまい。さあ、ここで今日もヒットしまくっていたマキリの昇竜がぶちかましたが、そっから置き攻めが遠すぎる。今日はパカ。さあ、空ジャンプしてしまって投げられる。下がりながら下ソフトがやっぱりこのゲームの性質上、前に歩いて追っかけながらしゃがみガードって難しいですからね。そこは強いところですね。タイガーショットが本当に下段でよかった。さあ、表彰流、これはいい選択。そして佐賀東選手のめくりですけども、かなりシビアです。空中竜巻だったら、うおー、これ1000万。空中竜巻だったら引きつけるとアパカで落とされて、息ずりの竜巻の場合はしゃがんで透かされて何もないですね。せっかくの落ち攻めチャンスが無駄になってしまう。このサイドの使い方がうまい。さあ、こっから下がってもゲージがたまらないので、うわー、あそこで便利な技がないんですよね。下がっての垂直ジャンプも剣のタッチ中キックで落ちますか。斜め落ちるんですけどね、いいとこではなったら勝つ勝つかな。このジャンプ強キック当てた場面もなかなか難しい。タイガーソフトに対してうまく当たったところで、その後の波動拳がただガードになってしまう。橋払いは全然届かない。おお、押してたという局面で使えるのがジャンプ中キックにして一文字ですね。これだともうピュアリーチが取れるので、こっちの方がダウンしない代わりにピュアリーチという結構おすすめ行動ですね。ガイルでもやりますね。ジャンプ強キックが当たるんだけども、その後何も繋がらないので、ジャンプ中キック大足とか中ジャンプ中キック中足とか、ちょっと前が近ければジャンプ中キックサマーまで入ります。さあ、タイガーショット、はーい、
X 勢の球の打ち方ってどういうところを見ているのかというのを、まあ、ややさんの動画とかで解説されてるのを見たことある人いるかもしれませんが、多分ね、初心者がつまずくのはもっと前の段階なんですよね。上級者は緩急をつけてるので飛ぶタイミングを絞れると、それを、まあ、例えばエッサガを使ってるとかいうところで、気持ちよくなって強ショットばっかり打ってるとどこで飛ばれるか自分も分かんないですよね。まあ、エッサガは飛ばれるのは大丈夫なんですけど、 X サガットの場合は打ち返せないところ、打ち返せないところだと飛びに絞れる。しかしそこで打つ球は強球なので、その後が気持ちいいですね。強球の後は有利が少ないから向こうのターンが回ると、こちらにターンが回ってしまうので、そこからどうするか、相殺された時は一歩待たないと相殺の後の飛びはもろぐらいしますんで、球打っちゃうかな。この辺がポイントですね。うわー、この辺を言語化してるものが何もないんで X はちょっと奥深く見えてるところがあります。
Thank you.
Thank you.